イムマシンのエネルギーチャージが早く終わればいいんだけど、もう大丈夫なの？でもエネルギーがチャージされるまで時間がかかるから、少し待ってね。やっと往復分のエネルギーがチャージできたわね。これでソン君たちの応援に行けるわよ。悟空さんたちが無事だといいけど。きっと大丈夫よ。もしかするともう人造人間なんか倒しちゃって平和になってるかもよ。それだったら悟空さんたちを連れて戻ってくるのもいいかもしれないね。タイムマシンの定員は一応一人だけなんだけど、ソン君たちなら無理やり乗ってきちゃいそうね。ソン君、強い敵と戦うのが何よりも好きだったから。確かに悟空さんのあの性格ならそういうことをするかもしれないな。でも戦いが終わってなかったら、今度はあんたもみんなと一緒に戦うことになるんでしょ。気をつけてね。あまり無茶しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけて。俺必ず無事に帰ってくるよ。この世界の平和も取り戻さないといけないからね。こうしてトランクスは再び過去へと旅立った。そこでは見知らぬ人造人間たちの出現や性格の変化した17号、18号など予想以上の出来事が待ち構えていた。さらに17号たちを超える凶悪な敵セルの出現は人類の存亡をかける危機へと発展していった。しかし悟空たちはさらなる修行を重ね、中でも特に成長したご飯のスーパーサイヤ人を超えた力によってセルの脅威を排除した。平和な世界を取り戻したことを見届けたトランクスは修行で得た力とともに元の時代へと帰還していった。母さん、ただいま。おかえり、トランクス。ちょっと、どうしたのよ。なんだか大人っぽくなったんじゃない？はい、神様の神殿に精神と時の部屋っていうところがあって、そこで修行すると1年間がたった1日で過ぎちゃうんです。なんだかよくわかんないけど、どっちにしてもよかったわ、無事に帰ってきてくれて。で、どうだったの？その顔だといいことあったみたいだけど。はい。そっか、結局ソン君は死んじゃったのか。でもご飯君が仇を討ったのね。はい、父さんはやっぱり母さんの言ったようにただの冷たい人じゃありませんでした。え？父さんが敵を前にした様子を初めて見たとき、正直言って冷酷で心底悪いやつだと思いました。母さんや赤ん坊の俺が危険な目にあっても助けようとせずに敵のことしか考えてませんでしたから。あらら、まあらしいといえばらしいわね。でも1年ほど二人きりで修行した時、周りを寄せつけず自分にも厳しい不器用な寂しさを感じたんです。そうね、確かにそういうところはあるかもね。修行を始めた頃は相手にもしてくれませんでしたけど、少しずつ俺の力を認めてくれたみたいです。それこそ何度も本気で手合わせしたり、たまに少し話もしたり。話？どんな話をしたの？話といってもいつも俺が一方的に話しかけてただけです。父さんはそうかとかふんとかばかりで、あまり会話にはなってませんでしたね。まったくベジータらしいわね。だけど
修行の終わりの方で。時は過去。目覚めたセルが自らの強化のため人々を襲い、生体エネルギーを奪っていた頃に戻る。セルを倒すため、精神と時の部屋で始めたベジータとトランクスの修行は、間もなく1年近くの時が経とうとしていた。全力で来い。はい、父さん、行きます。分かっていると思うが、私の死にはどう許さんと。分かってますよ。行きます。それは父さんのことですか。それとも俺ですか。まだまだ。は？お前も少しは成長したか。なかなか隙が見えない。は？父さん、もうじきここでの修行を始めて1年です。そろそろ悟空さんたちと交代する準備をしなければ。まだだ。もっと絶対的な力がいる。予定ギリギリまで時間を使わせてもらうぞ。とっくにスーパーサイヤ人の限界は超えているのに、まだ先を目指すんですか。ふん、セルをぶっ倒しカカロットの野郎も超える圧倒的な力を得るにはまだ足りん。これ以上の説得は無駄かな。父さんは自分が納得するまで修行を終わらせないつもりだ。父さんはセルを倒すことより悟空さんを超えることの方が大事なんですか。ふん、少し違うな。俺が目指すのはあくまでナンバーワンだ。ただ今はあのカカロットの野郎が一番目障りだというだけだ。同じサイヤ人だからこそなおさらな。いいか、貴様もサイヤ人の血を引くのなら強さに限界を作るな。常に上を、ナンバーワンを目指せ。もっともこの俺がいる限りその座につかせる気はないがな。父さんが俺にアドバイスらしいアドバイスをくれるなんて、
初めてかもしれない。強さか。悟空さんも強敵と戦うことに喜びを感じていた。これが純粋なサイヤ人ということなのかもしれない。俺の時代ではとにかく人造人間を倒すことしか考えられなかった。自分の強さの追求よりも人々の平和を取り戻すことしか。お前を鍛えたのはご飯だけだと言ってたな。カカロットに似て甘っちょろいこと。そんなことは。だが人造人間なんぞにあっさりやられたそっちの世界の俺の弱さにはもっとムカつくぜ。え？人造人間に勝つことや平和を取り戻すだけで満足するような甘い考えは捨ててしまえ。俺はその先をナンバーワンの強さを手に入れるつもりで仕上げにかかる。お前もそれくらいの強さを目指せ。そうすれば人造人間など敵じゃなくなるだろうぜ。父さん。はい、俺も強くなります。そう、そんなことがあったんだ。本当に分かりにくいやつなんだから。それから少しずつ会話も増えたんですが、母さんのどこが好きになったのか聞いたときはすごく怒られました。つまらんことを聞くなって。それに俺がセルにやられたとき真剣になって怒ってくれたんです。でしょ。だからそう言ったじゃない。はい。へえ、あのベジータが。あいつそんな一面もあったんだ。でもよかったわ、向こうの世界が平和になって。はい、俺も過去に行った甲斐がありました。向こうの世界は平和を取り戻せた。だけどこっちの世界は17号と18号がまだ人々を苦しめてる。奴らをこれ以上野放しにはできない。番組の途中ですが、人造人間の情報です。現在17号と18号が襲っているのは人造人間め。今度こそ行ってきます、母さん。トランクス、大丈夫なの？大丈夫です。そのために過去で悟空さんやゴハンさん、そして父さんたちに会ってきたんですよ。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。気をつけてトランクス、無理するんじゃないよ。はい。今度こそゴハンさんやみんなの仇を取る。よっ、あっ、長かった。これで終わらせてやる。いつかこの家も元通りにしたいな。見ていてください、ゴハンさん。
造人間に破壊されなければ、この町ももっと人が。まるでガキだな。ゲームに負けた腹いせで暴れるなんて。うるさいよ、あんたは黙ってて。17号18号、貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。それにしてもお前ほど無駄な努力が似合うバカはいないな。17号、私むしゃくしゃしてるんだ。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろ18号。本当に長かった。お前たちが現れてから俺たちや世界中の人々にとって毎日が地獄のような日々だった。ふん、それがどうした。タイムマシンで行った過去の時代のお前たちは少しはいいやつだった。だがこの時代のお前たちは無益に街を破壊し、人々を苦しめ続けている。許すことはできない。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。なんで、なぜ私がこんな奴に手こずっている。今までの俺だとは思わないことだ。逃げた。よくもやったね。俺たちの自分に比べればまだ足りない。すげえ。行くよ。行きますか。どこ見てんの。なんと、はぁ、そんなことがあってたまるもんか。どうだ、これが俺たちが受けた痛みだ。はぁ、どうした、だらしないな18号。ちくしょう、もう許さないよ。二人で来い、同じことだ。なんだ、今までのやつとは何か違う。さあ来い。これが本当の最後だ、人造人間。何を見ぼけたことを言ってるんだ。やっちゃおう17号。違う、来ますか。逃げた。来ますか。
どこ見てんの？行くよ。さっきのは口だけだったみたいだね。やっぱり何も変わってないじゃないか。俺たちが受けた苦しみが分かるか。俺たちが苦しんでいるだと。気のせいさ、17号、私たちに勝てはしないよ。行くよ。こいつ、人間の分際でお前もぶっ壊してやるよ。こいつから逃げ出そうだ。どこに行こうと無駄だ。逃がしはしないよ。遅い。せや。はっ。うわっ。行きます。はっ。少しは成長したじゃないか。一度言うほどの余裕はなさそうだな。せっ。道通ったみて。はっ。なんなんすか、このパワーは。航空車横発する父さんたちから受け継いだ力だ。受け継いだ力だぞ。そんな馬鹿げたものはありはしない。せっけん、せっけん、きます。そうだよ。せっけん、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 とどめを刺してよ。そうだよ。どこまでも追い詰めるぞ。なんか、はっ、こいつから逃げ出そうだ。はっ、こいつから逃げられるか。そうだ。はっ、こいつから逃げられるか。そうだ。はっ、や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 っ、とどめを刺してやる。そうだよ。バセッコー、どこまでも追い詰めるぞ。そらそら、はぁ、こいつから逃げ出そうだ。はぁ、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 ずっと苦しめられた人々の分際で、お前もぶっ壊してやるよ。こいつから逃げられるかな。そうだ。はあ、まずい。どこ見てんの。せや、行くよ。はあ、どこに行こうと無駄だ。逃がしはしないよ。せや、まだまだ。せや、せや、せや、どこまでも追い詰めるぞ。はまずい。はあ、やっ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 、こいつから逃げられるかな。そら、これは消えろ。と、さ、そら、と、さあ、これまでの期待を全て返してやる。お、俺たちが玉を負けしているかと。そうだよ。やった、やった、どこ見てんの。バカ、せいや、とどめを刺して。覚悟しろ。バカ、どこまでも追い詰めるぞ。そらそら、はぁ、はぁ、こっちも、やっ、やっ、やっ、俺たちのフルパワー以上だぞ。バカな、気づいたところでもう遅い。そうだ、消えろ。まずい。そうだよ。と、せい、で、た、せいや、せい、せいや、とどめを刺して。そうだよ。とどめを刺
させてやる。ハーパコ、とどめをさせてやる。終わりだ。やるな。やるほう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 。やるほあ、今のは殺された仲間たちの、そして今度はゴハンさんの形だ。はあ、これでみんなの仇を、いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。それから3年余りの月日が流れた。破壊の限りを尽くした17号と18号がいなくなり、平和になった町では復旧の工事が進んでいた。そしてタイムマシンの往復分のエネルギーもたまり、トランクスは人造人間を倒した報告のため過去に出発しようとしていた。それじゃあ行ってくるよ、母さん。トランクス、気をつけて。みんなによろしくね。はい。離れていて、母さん。安全なところへ。え？わかったわ。そこにいるのはわかっているぞ、セル。な！俺を殺し、タイムマシンで過去に戻って17号、18号を吸収するつもりだろう。完全体になるために。何？なぜそんなことを。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗だと？は、貴様ごときが偉そうに。セル、完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分倒せる。そうか、お前過去に行ったのだな。なるほど、妙に事情に詳しいわけだ。それにしても今の俺なら倒せるというのは心外だぞ。トランクス、貴様のデータはスパイロボでお見通しだ。貴様の力では俺様はおるか、17号や18号すらも到底倒せまい。ではなぜ17号と18号はいなくなったんだ。な、まさか二人が消えてしまっていたのは貴様が。この西の都で戦うのはまずい。随分再建が進んできたところだ。場所を変えさせてもらうぞ。はっ！うわっ！セル、貴様
を倒し、全てを終わらせる。